さあ、父ちゃんおるかや。いなかったこれ、あれですね。あ、いなかったらもうトラブルだよ。動画になるよ、またこれ。捕まえに行くでしょ。それと、あとやっぱ最近ドローンにハマっとるもんで、ね、ドローン飛ばしたいもんで、今日飛ばせねえと思うとイライラするんでしょ。今日はどこどこ行こうって決めとるのに。まあ、ぶっちゃけ話そうかな。はドローンが大好きなんでしょ。なんとかってアカウント持っとんだろう。なんだインスタの、ああ、なんかポンコツ、あ、ポンコツ親ですね。ポンコツ親父、はい、後立てな。またおるか。一応相手はいますね。相手はおるか、はい、おるかや。あれ開いてるけどもな。自転車ありますか。自転車ありますね。どっかに隠れてます。いねえの。事務所じゃないですか。ゼルダ。あ、いますね。あ、こちらで適当。あ、おいや、事務所に隠れとった。マイカル。はい。どっかで見てる見てる見てる。見てる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 。社員、いやいやいや、じゃあ、あれから1週間経つの、ちょうどね。何の1週間、粒子揉めてから。ああ、やっとんの、ドバで今日。何だ、今隠れとったの、どこで遊んだの。あの、ドローンがおかしいもんで、俺のドローン。またどこでやっとるやん。ちょちょ、危ないんだ。まあでもやることないもんね。電話かけていたら飛んでとんの。いや、ドローン飛ばしてるのが事故やったらアウトだろ。俺事故やったらアウト。今ドローンにぶつけたらアウトでしょ。人にぶつけたらアウトだろ。どういうこと。飛んでる時に挙動不審を起こして。仕事はどうですか。やっとるよ、ちゃんと。はい、ちゃんとやってますよ。何をやってるの、うん、あれが入手したの。うまくいってるの。いや、いってるよ。あ、いってるよ。話も、うん、あ、ちゃんとやってんだ。うん、そう。どう、俺揉めないよ。揉めないよ、全然。いや、いや、本当にちゃんと、いや、あたし心配してるか知らんけど、うん、大丈夫大丈夫、ちゃんとやってたんだから。うん、音の、そうそうそう、音の、まあ、これ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 、あ、これまた違うやつだね。もうこれが新しいやつで、でこれは緊急停止、これまたピュッとピュッと、アンテナついてないはずだ。コントローラー変わらない。こっちのは視線性能がいいもので、これピュッとやると急ブレーカーがピュッと止まる。あんたが持ってるやつはダメ、ついてないから。そう、うん、だけど離したら止まるでしょ。うん、離したら止まるけど、うおっと風行くんだ、流れるんだ。2メーターか3メーターの声、例えばここもやばいと思うんだから取って、うん、例えばここが3メーター離れとる、ここでブレーかけてもうわーってぶつかっちゃうの、あんたらのやつは、うん、それはこれはこれは違う、こっちのやつは、うん、これ例えばここで気がつくが、うん、ブレーかけてクッとやるとここで止まっちゃう。うおーキュッ、こうやって止まる。あんたのやつはうおーとかって弱くなってこうなっちゃう、惰性があるの。そう、車と一緒じゃん、ブレーキ分でもある程度流れるじゃん、制度。ああいうふう、これは違う、ペッと止まる。インスタに載せたやつでさ、やめてもいい、その話。俺仕事の話で来た。なんだろう、無駄な話はいっぱい。いやいや、あんたらのやつ事故やったらお前の責任になるで、俺説明するんだ、うん、でそんな現場の事故の方が危ないじゃん、問題死人出る。いや、これだってお前死人出ると、お前これお前、あんた持ったやつあれ時速何キロ出ると思うんだ、120キロぐらい出るんだって、あれあのプロ、あのマビックプロってやつは。で、1キロあるでね、重さは。頭ぶったら、頭当てたら即死だよ、あれで。俺、エア2で俺、指切って、俺、もっと指を、あれ、プロバだったら指落ちるよ、生産して。指切っちゃうよ、落ちないで、マジで。とっても心配だ、あんたら素人だって、ここで来て練習しな。現場の方が怪我が危ないから。まあ、それまで分かってる。それでも、各責任者がおるから。うん、責任者に伝えたって、どうも分からん。それ全部が全部やれるんでしょ。まあ、分かるけど。全部しかないから。いや、事故やった時、お前の責任者来るで。それは分かってますよ。うん、気をつけてさ。気をつけたから嫌だ。もう15年間、経営者やっておりますんで、ね、私も。だから、ドローンの教育係やったって。俺知っとるか、知っとることだけは教えてあげるよ。ほんで仕事はじゃあしてないってことでジャッジでいいですか。うん、ダメ。ちょっと待って、ちょっと仕事してないでしないじゃん。だって今日何やったの。今日俺ガソリン入れて部屋事務所掃除して
あ、そう。トイレも掃除して、うんうん、毎日2日に1回はトイレ掃除するんだよ。トイレ見てくれよ、分かるわ、綺麗になってる。あ、そうですか。掃除して、今日も掃除して、目開けっぱなしだよ。ここに入っちゃう。あ、ほんと。で、あ、すいません。あ、ちゃんとやってる。そうですよ。それ以外のこと、トイレ全部見させてやったのに、やったことないの、トイレ掃除やらさせるのだよね。家でトイレ掃除なんかしたくないのに。どうぞ。トイレペーパー買いに行ったりしてトイレペーパー買いに行ったりしてああやっぱりダメだな。あのみんなあの汚れるから汗かくもんでさ、どうしても、うん、白っぽくなって生えちゃうんだね。そうそう、それしょうがないよね。うん、だって毎日やったお掃除マップあそれもうちょいとあるわ。何ペットボトルも片付けんの。あれはお前俺やったっとるのよ。こうやってやるけどまた、ほっかとるとまた、今日でも早い。なんかピーピー言っとるじゃん。ん早いだろ、長ピーピー。みんな捨てた。セコも変わっちゃったな、ね。ピーピー言っとる。何長ピーピー言っとる。言っとるねんよ。ピーピー言っとる。セコもじゃないの。違う違う、セコも詰まったら、ダブルスピード。ドローンじゃないですか。ドローンどれだ自分で行きましたよ、ね。ドローンがスイッチ入ったんだろう。いいよ。俺はね、あんたどあのあの足場の材料を片付けるだけの仕事じゃねえぞ、俺は。え？便所掃除したり。うん。やってるんだね。やって当たり前かなと。なんか。やることねえんだもん、大きくて。ねえ、もう今日ないでしょ、まあ、やることないでドローン飛ばしたでしょ。まあ、こういう時しか飛ばすときだけど、まあ、なんかあった時ここでしか飛ばせれんもん。なんかあった時に、まあ、あれでしょ、うん、手伝う。落としたらアウトだよ。物運んだりするわけでしょ。うん、そうそうそう。うん、じゃあ、またちょこちょこ、あの、チェックしに来るね。こんなんいいわ、お前。ちゃんとおるから、チェックしに来るね。そうそう。俺が仕事してるかしてるか。ああ、仕事だもん。あんたのやつもつけれるんだよ、ゴーグル、あれ。うん。俺はゴーグルいらんかった。ゴーグルやってかもうドローン自体興味ないもん俺。そう全くもって興味ない。面白いよ、どうやりだしたら。全然面白い。仕事の方が面白い。ゴルフの方が楽しいもんな。仕事の方が面白い。ゴルフはゴルフも好きですけど。面白いでしょ、はい、ゴルフが一番楽しいでしょ。はい。返してね、いいですか。うまくなったゴルフ。帰ってもよろしいですか。ゴルフ。帰ってもよろしいですか。嫌だ。帰ってもよろしいでしょうか。ダメ。久しぶりに親子の会話したいんで。3時間ぐらい喋れない、ここで。カットされちゃうよって書いてある。3時間。行きますよ、じゃあ。はい、ありがとうございます。はい、はい。またちょチェックしてみますんで。今度いいよ、もう。明日おらんでな、明日から。なんで明日土曜日だもん。俺。あ、でも、お休みか。あ、ゴールデンウィークか、明日。なんで、お前、俺来るとき言ったよ、俺、週休2日制でいいんかいって。ああ、いいよ。で、ええって言ったかよ、お前。ほんで、いいよ。土曜日。偉そうに土曜日休めやがって言って言ったよ、お前。いやお前言ったことすぐ忘れるんでダメなんだ。ほんと気をつけてね。ああ、ありがとうございます。また休憩所入ってったから。またお前結局締めに行ってまた開いとるやん。あそこなんか隠れてたな。はい。真っ暗なとこ気づかなかったな。誰も見えな。ありがとうございます。それでまたそういうドローンの子でどうでやるんだったら声かけてくれ。ここでやるわ、ここでね。はい。ここでみんな集めてやろうか。よろしくです。はい、緑。はい。結局なんかドローンの話になっちゃったけど、結果仕事してないってことは判明したけど、まあまあ、それでいいよって言ってたな。ここにはおれよか、それから連絡出るようにしとけよって言ってあるもんね。ああ、そうなんだ。で、なんかあったら、これ持ってきてやる、持ってきてってなるやん。はい。なるな、はい。助かるもんな、職人も。はい、こんなもん行って帰ってきとって、お前、ギフトがあったら、往復3時間やな。そうですね。うん、疲れた。もう父ちゃん喋るとずっと疲れるな、これ。もう私は入れないですもん。親子の会話に。いけいけ、お前。黙って見とっとるだけだよ、お前。ちょっと入れない、さすがに。ああ。なんか、はい、やっぱ。恐ろしい男だな。親子の空間が。恐ろしい親父だな。まあ、サムネで説教垂れたりましたっていうふうに使える。使えれる。それで説教垂れた。いや、はい。やっぱりサボり発覚だな。結果サボり発覚だな。そうですね。なんか、なんかこ、なんだな、あれな、あの親父な。はい、ほんとに変わり者だろう。はい。いや、ここでしか飛ばせんから、しゃあねえだろうって言ってるけど、いや、しゃあないことないでしょって。なあ。
で、そんなこと言ってないから俺みたいな、別に仕事終わってねえよな、3時からな、はいはい、そっちな、おやじ、はい、サボり発覚で使えるか。そうですね、おやじサボり発覚第2、ついに社長が切れたら、ね、いける切れてないよね、はい残念だけど切れてない、もう諦めかけちゃったそんな感じです、視聴者の皆さん、はい、今日も二階堂城は平和ですはい、またね、あの関東も動いてるしな、そうですね、面白い動きもありますので、はい、ぜひまた応援のほどよろしくお願いします。お願いします。またね。Oh!